1997年、いくつかのインスピレーションを経て、それまでずっと温めてきたレズのコンセプトがやっと具体的になり始めました。でそのコンセプトとはシナスタジア、共感覚っていう意味の言葉ですね。Hear the colors, see the sounds、 例えば音を見るとか色彩を聞くとか、でゲームプレイを通じて効果音がだんだん音楽となって、音楽がビジュアルと呼応し始めて、そして音楽が振動として伝わってくるというような、そういう体験ですね。レズは2001年に発売されましたが、当時、決して爆発的に売れたというわけではないです。ただ時間が経つにつれ、レズがやろうとしていることを、目指していることを理解してくれるユーザーがたくさん出てきたのではないかなというふうに思ってます。それは本当に嬉しいことでした。今回レズインフィニットを作るにあたり、より多くのユーザーにレズを体験してもらいたいと思いました。過去にオリジナルを遊んだことのあるユーザー、そして初めて聞くユーザー、全ての人に遊んでもらいたい。当時4対3の画面にしか収めることのできなかったレズではなくて、頭の中でずっとイメージしていた本当に美しい究極のレズ、360度の、VR の技術を使ってその世界の中で体験できるレズ、今だからこそチャレンジできる新しいレズとは何か、オリジナルのレズに関わったメンバーを含めて、いろんなスタッフと話し合いながら、オリジナルの部分はそのままの形で、さらに新しい体験、全く新しいステージ、エリア X っていうものを作ろうと。例えばその空間を自由に動き回って自由に移動できたら、飛ぶように泳ぐようにですね、そしてグラフィックも新しいスタイルで、無数のパーティクルがその世界にたくさんあって、それが音楽に呼応しながら色が変わったり動いたり、エリア X は本当に新しい体験だと思います。15年の時を経て、プレイステーション VR の対応によって 3D の映像、3D のサウンド、そして音楽にシンクロする、触覚の体験とかですね、そういうものを通じて本当に今までになかった新しい没入感を実現することが可能になった、これが究極のレズだと思ってます。レズインフィニットは僕にとって、そして僕らにとってまた新しい挑戦への始まりです。